怖えよ、ムーミンって目だけ見ると、ラリってるよな皆さんこんにちは。毎年毎年人類滅亡、人類滅亡って言ってますけど、なんかもういい加減そろそろ一回滅亡してみてほしいですよね。おつやまです。ケントです。2019年になるということで、2019年はいつ人類が滅亡するのかっていうのがやっぱ気になるところじゃないですか。ということで、軽くネットで調べて出てきたら、もうね、出るわ出るわ。で、個人の SNS の書き込みとかそういうのも全部含めると、まずね、1月1日説、1月2日説、1月3日説、1月4日説、1月5日バカみてえだよ。もう滅亡しろよ。もう真面目にいきましょう。まず大体こういう系統ってノストラダムスがあるじゃないですか。それでね、今回2019年どういう年になるかっていうのがなんか出てたので、ちょっと見たらね、調整の年になるっていうふうに言われてます。地震やハリケーンなど世界中で起こるんですけど、それは今後の人類の繁栄のための調整であって、未来についていいきっかけになる災害が起こる2019年ということですけど、2019年単体で見たら、まあろくな年じゃないですよということです。まあでもこれ、人類滅亡について具体的な日付とかは書かれてなかったので、まあ、漠然とした未来だったので、これは一旦割愛します。まず2月1日、隕石衝突で人類滅亡説。直径 2km ぐらいの小惑星が地球に接近してて、それがもしかしたらぶつかるかもしれないっていうふうに言われてます。だから小学生、小学生を2km 小学生って聞こえた。ロリコンが湧くわ。直径 2km の小惑星が、まあ、降ってくると。どうなるんですかね、直径 2km っていうと、多分ね、バコーン、ドカーンって感じになります。多分ズドーンって感じで。ただ多分 NASA っぽいところが発表した情報によると、地球に衝突する可能性っていうのは限りなく低いって言われてるので、これはあんまり心配ないと思います。次、4月30日に日本滅亡説。これはね、聖徳太子が未来記っていう書物を書いてて、まあ、これが予言書っていう風に言われてるんですよ。で、それで4月30日だから天皇陛下変わるじゃないですか、今年。なので一瞬でもその天皇陛下の座が空位になるっていう風になって、空位になるのかな、俺も詳しいこと全然わかんないんですけど、まあ、天皇陛下が入れ替わる瞬間に一瞬天皇陛下のご加護が薄れることによって、その隙をついてクハンダっていう末世の悪魔が日本に襲いかかってくると。いろんな災いが起きて、首都機能がなんか分断されるみたいな、どういった形で滅亡するのかはわかんないですけど、日本が滅亡すると言われてます。4月30日楽しみにしておいてください。そして最後、5月9日首都直下地震説。2116年の未来人が未来から現代にメールを送ってきたらしいんですよ。で、それで首都直下地震が5月9日に起こりますと。で、これを公表したことでも日付は変わりません。必ず5月9日に首都直下地震が起きると思われます。だから信じるか信じないかはあなた次第ですが、何かこつけてる特に火の災害には気をつけてくださいっていう警告が未来の人、2116年、だからドラえもんが生まれた4年後の人類からメールで警告が来ているっていうことです。誰にメール来てるの？知らないよそんなの。いや、わかんない、俺のところにはメール来てませんでした。ちょっと待って、一応じゃあメール確認してみますか。レポートの提出期限が切れていますので至急提出してください。というわけで、カップラーメン食べながら調べた程度の情報なんですけど、他にもいろんな説があると思うので、そういうのあったらコメント欄とかで補足お願いします。そしたらまた動画にするかもしれないので、2019年これからも長いので、いつ滅亡するかわからないので、気をつけて生活してくださいとのことです。もし滅亡するって確定したらどうしますか？もう必ず隕石が降ってきて滅亡しちゃいますっていう風になったら、どうしたらいい？最後に誰かに愛を伝えるとかする？するかもな。犯罪するとかいろんな人いるけど、多分俺はなんだろうな、隕石降ってくる直前に睡眠薬たくさん飲んで眠ってる間に吹き飛んで死んじゃいます。ということで以上になります。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。